皆さんこんにちは、のんびり親父です。先ほどちびちび日本酒飲みながら、美味しそうになんか食べてましたよね。あれこれなんですね、栃木県の郷土料理の下疲れっていうものなんです。こんな感じです。これ私大好きでね、自分で作ってでも食べたいなと思うぐらい好きです。それとこれが小鉢に入って食卓に並んでたりするとすごく嬉しいですね。まあどんな料理かっていうと、これはあの初午の日に稲荷神社でお祭りがありますよね。その五穀豊穣を祈願しての、でその時にお供え物として作られてきた料理なんですよ。ですので非常にそのありがたい料理であるということですね。皆様も作り方ちょっと見ていただいて、で作っていただいて食べてもらえればありがたいなと思ってます。それではどうぞ。
Thank you.
どれぐらい入れたらいいんだろう。え、頭4個なんだけど、多すぎる、多すぎるとあまり多すぎると気持ち悪いよね。でもなんかお母さん十分入れてるんだけど、もっとは入れてあったよ。頭4個だよ。すごい早いね。早くない、ずっとやってたんだよ。ずっとやってた。もあれ今やってんのこれ。え、撮ってんの。そうだよ、12時からずっとやってた。すごい。油揚げ足んないかな。まだいっぱいあるよ。あ、じゃあ2枚ぐらい出して。え？ここ入れてね。焦げちゃった。え？焦げちゃった？焦げ臭い。あ、そうです。なんかあれ。熱源がちっちゃすぎ。真ん中しかない。焦げないようにかき混ぜないとレーって言ってた。お母さん。なんか酒粕やった後は焦げさ焦げるから気をつけないと。なんか湯気が焦げ臭い感じがして、穴がいいから。まだ全然大根とか柔らかくなってない。柔らかくなってない。塩味どうかな。何もしてないんだけど、うん、塩鮭のしょっぱさだ。だけどなんかね、ネットで見ると基本的には鮭の頭で調整する。しょっぱくしたければ鮭の頭を動かしてって書いてあった。あ、美味しい。でもやっぱり味整えるのは醤油とか。ほら、まだ使ったね。いや、だって今やっとブツブツしてきただけだよ。
でも美味しいよ。